のとこに行きますと、いつも教えてもらうのが、義理に厚くて資料深い、知性無欲で知恵一番。これだけ言われても私具体的にわかんないんですよ。何がどうなのかさっぱりわからないから、私なりに竹中半兵衛のことをちょっと砕いて考えてみました。まず一番に言えることは、とても愛のある人だと思います。愛があるからこそ命を大切にしたんだと思います。その命に助けられたのが、信長が殺せと命令しました小寿丸こと、黒田長政、小寿丸黒田長政公なのです。とてもそのことに感謝いたしてくれまして、今でもこの福岡がここまで伸びたのは竹中半兵衛公のおかげだということで、あそこの門は富士なんですよね、下がり富士。その中に3つだけ竹中家の笹の葉がトップにあります。そのくらい大切にいたしました。で、信長という人はもう本当に何なんていうのかな、狩猟民族が農耕民族の中に降りてきたような人だと思うんです。ところが竹中半兵衛は物静かで、絶対信長とは合わない。でも信長も突っ込むことのできない頭を持っておりますので、愛のある人で命を大切にして、運のある人だと思うんです。運というのはご縁、縁と恩、ご恩をしっかりとここに持っていた人だというふうに自分なりに考えました。あはあ、命はい、うは運、えは縁、おはおん、あいうえおとなりました。私なりの解釈ですけども、ご理解いただけたら嬉しく思います。ありがとうございます。で、もう一つなんですけど、うちのビッグボス、私にとっても大事な人なんです。分かんないこと何でも聞きに行くんです。何でも教えてくれますから。そのビッグボスに今年のたるい祭り、もうあっちこっち行って、そのたるい祭りの掛け声、おいっさーおいっさーおいっさーっていうのが、なんでこんなおいっさーって言葉が出るのかと思って1日かけて調べたんです。で、5日の日には南宮さんのおみこしがお旅神社に来るんです。そしたらそのお旅神社でもおいっさーおいっさーって練り込むんです。で、これは何か共通したものがあって、南宮さんが先に言ったからたるいにそれが広がったと勝手に思い込んで、うちの親分に聞きました。なんと、おっさー、おっさーの掛け声は、ヘブライ語だそうです。うん、それで、物を運び出すとき、重たいものをも持つとき、石を運び出すときとか、そういうときにかけた言葉の、がおっさー。それから、エッサ、ホッサとか、いろいろ形は変わりますけども、ヘブライ語だということで、それから、京都の八坂神社ございますね。あれも本当は、ヘブライ語では、ヤーサカ。というそうです。で、日本語に直しまして八坂になりました。がもう一つ、ヤーハタ、これもヘブライ語なんですけど、それは矢を八と書き換えまして、万と書きまして、戦いの神様宇佐八幡宮の八幡様が、八幡という言葉に日本語として変わったんですけども、なんていうのかな、その向こうから西の文化がシルクロードになって、なんと日本に残ってですね、こんな風に使われているということは全く知りませんでした。うちの親分に拍手本当にありがとうございました。それから歌って今日は少しにしますけども、もう私との名コンビどこ行ったのいたいた、踊りの名人です。たるい町どこに行っても踊りがあると言いますと、中島さんが来てくれて、私にとってはもう本当にとっても大事な必要な方ですので、じゃあ少したるいの町の歌を歌います。参考節でお願いします。踊れる方あったら一緒に歌ってください。炭鉱節踊れるやろ。炭鉱節踊って中島さんと一緒に。炭鉱節踊りましょう。
半分後ろ乗ってください持ってほしい。いや、真似てじゃあ行きますね。はい、東の見つけは別れ道、いよいよい中山道と美の字道、第八車や陣張、にぎわい見せる樽井宿さんのよいよい。これはもう一番今樽井で有名です。いぶきの山から吹く風はよいよい、相川鯉のぼり泳がせる、ひごいにまごいに吹き流し、ひごいにまごいに吹き流しさのよいよ。いぶき山の風が強いもんで決して目指しにはなりません。勢いよくいつも泳いでおります。はい、国風が府中にあった頃、よいよい美濃和紙作りは日本一、今も残るよ正倉院、誉れも高き神谷塚さんのよいよい、石の鳥は家光子、よいよい土の中にも埋め込んで、倒れないよう作らせて、葵の御門に守られるさのよいよい、湧き出る水は泉から、よいよい垂れる水だよ垂井だよ、耐えることなく常しえに命の水が湧き出るさのよいよ。この垂れる水が垂井町になりました。はい、垂れる水なんです。垂れた水が昔は、今はあれですけど、あります、あります、今もあります。はい、平塚公は名のために、よいよい綴る命は惜しからじ、西を守った関ヶ原、見事散りゆき名を残すさのよいよい。もうちょっと行こうかな。はい、寺の門前交差つば、よいよい国の決まりや親孝行、仕事の約束書き記し、宿場の人に守らせたさのよいよい。あの、先ほどのおいしそうな話です。樽井の祭りは千年前、よいよい天皇様を慰めた、花の車を引き回し、西山中町東山さんのよいよい。この西山中町東山の山の上には天皇家の三種の神器が、あの、飾ってあります。それを今度樽井祭の時に見てください。もうちょっと歌っとるか。はい、わかりました。はい、広重描いた樽井塾、よいよい
西の見つけの松並木殿様行列とります身の切って傘差しお出迎えさんのよいよい。この絵は文化会館のどんちょうになっており、どんちょうにかかっておりますがこの絵です。はい、江戸から数えて112よいよい、日盛に残る一里塚思い出してあげましょう、人の情けと旅の空さんのよいよい、御所のの春を安をはよいよい、夢も半ばで散りぬれど花を手向けてこうたき、今も守るよ里の人さんのよいよい。あ、あの一応これで終わりますけど、この前お亡くなりになりましたたるいの方ご存知でしょうか。服部新六先生、歴史の先生です。服部先生、歴史の先生です。お亡くなりになったんですけど、このたるい町の歴史をすっごく細かく書いてくださって、金蓮寺さんの横にある三軒のお宅は服部家です。それで今も金蓮寺さんの左側ですねの服部家が3軒あります。その服部家が今でもこの金蓮寺さんの春尾康夫のお守りしております。すごいことなんですよこれって。はい、服部家は本当は違う方の家来だったんですけど、あまりにも春尾と康夫がいい子だったもんで忍びないっていうことで武士を辞めて京都まで連れて行けばお金もらえたんですよ、いっぱい 役目が終わるから。それを辞めて樽井で亡くなった春尾康夫のために本林さんの横に住まうことになって、未だにお守りしてくださっている服部新六先生がお亡くなりになったこと、私も正直でちょっとショックなんです。だいぶお年でしたよ。はい、もう新聞見てちょっとびっくりしました。いろんなことを教えていただきましたもので本当にありがとうございました。服部東一坊さんの、ね、子孫の方です。東一坊地蔵ってありましたよ、そこにね。はい、はい、26,000たるい町民の皆さんありがとうございました。時間5分を残して無事に終了しました。12時終了予定だったんですけどね、あ、別に伸びてもよかったんですけど、はい、大変ありがとうございました。ちょっと今日そうですね、今日はもう風も止んできて今頃風が止んできましたけど、皆さんどうもありがとうございました。